冬季オリンピックを来年2月に控える中国・北京では、新型コロナ対策などを理由に来月15日から天安門広場への入場が予約制になります。広場では手荷物や身分証の確認、そして新型コロナにかかっていないことを証明するスマートフォンの健康コードのチェックが行われています。北京市は19日、新型コロナの防疫対策などを理由に中心部にある天安門広場への入場を来月15日から予約制にすると発表しました。予約はネット上で行われ、入場の時間帯は観光客に人気の国旗掲揚式がある早朝など4つに分けられています。北京は来年2月に冬季オリンピックを控えていて、新型コロナに加え抗議活動などへの警戒を強化する狙いもあるとみられます。